ちは、高木です。今日は岡山県の南の方の海沿いをドライブしていこうと思います。のんびりまったり、今日は天気もいいことですし、海沿いのドライブを楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。はい、今日は岡山県の王子ヶ岳からスタートです。ここ王子ヶ岳は海沿いにある少し小高い場所なんですが、その小高いところから海の景色を眺めることができる非常に景色のいいスポットです。その王子ヶ岳から海沿いに向かって今山を下っているところです。今日は岡山県南の海沿いを走りながらこうのんびりドライブを楽しんでいきたいなと思います。この信号で曲がっていくと国道430号線、海沿いですね。天気がいいから本当に気持ちのいい海沿いドライブが楽しみそうです。この海沿いの浜辺では釣りを楽しんでいる方も大勢いらっしゃいますね。何が釣れるんだろうな。ウォーキングの方もいらっしゃいますね。遠く向こうの方には瀬戸大橋が見えます。瀬戸大橋を渡ると香川県までは旬っていう一瞬で行けてしまう、いつでもうどんが食べられると。瀬戸大橋は素晴らしいです。あいにくね、こう県境の移動を控えてくださいって言われてますから、なかなか行きませんけれども、その規制が解除されたらもうカタパルト砲のように県外へ行きたいなと思ってますね。このまま海沿いを走っていって倉敷の和集山スカイラインを今度は走っていこうと思います。今日は釣り日和、そしてドライブ日和です。海沿いのシーサイドロードを抜けて岡山県の児島の町に来ました。ちょうど児島駅が見えますね。ジーンズで有名な児島の町です。そしてこの児島駅からこれから向かう和集山スカイラインは本当に目と鼻の先って感じなんですけど、和集山スカイラインは岡山県の誇るとても気持ちのいいワインディングです。海沿いといえば海沿いなんでね、和集山スカイラインを走っていこうと思います。きっと皆さん海だけじゃなくて山も好きじゃろうからいいんじゃないかなと思います。さあ今日は本当に天気がいいですね。和集山スカイラインを走っていきます。この和集山スカイラインには和集山スカイラインの展望台っていうものがあるんですけど、そこは広い駐車場があります。ここに看板がありますね、和集山展望台。ここの駐車場はとても広いということもあって結構ね、いろんな車が集まるんですよね。車はそんなに多くはないですかね。和集山の展望台です。遠くに瀬戸大橋が綺麗に見えます。よし、じゃあ和集山走っていきます。これから和集山スカイライン走っていってまた海沿いの方まで抜けていきたいと思います。お、カブがツーリング楽しそうだな。まあこっちも負けてないけどな。時々こう瀬戸大橋を眺めながらワインディングを楽しむことができます。この眺めは本当に何て言うんだろうね、壮観っていうのかな。僕の辞書にだと表現しきれないぐらいの凄さがあります。サイクリングも気持ちいいだろうな。うわ、すげえな、でっけえよな瀬戸大橋ってな。ワインディング駆け上がっていきます。ここ鷲羽山スカイラインには鷲羽山ハイランドっていう遊園地があるんですよ。でここの中でも有名な乗り物があって、スカイサイクルっていうんですけど、すっごい高いところを自転車のようなアトラクションで漕いで進んでいくっていうね、そういう乗り物なんですけど、何が怖いかっていうと、その高さもあるんですけど、今にも壊れそうな音がしてるんですよね。ギリギリギコギコっていうか、その今にも壊れそうな音がもう何年も前からずーっとしているという頼むから俺の番で壊れないでくれみたいな、そういう怖さを味わえるアトラクションがあります。さて、その鷲羽山ハイランドを抜けていって、今度はどんどんワインディングが本格的になっていきます。この新緑の多い5月っていう時期は本当にドライブに向いてる季節なんですね。窓を開けても涼しいし、緑がすごい綺麗だし、紫外線もそんな強くないかな。日差しが眩しすぎて応援っていうこともないです。ただただ順調に走っていきます。本当にドライブ日和の日にドライブをしてると自然と口元が緩んできますね。もう何よりも僕を癒してくれます。 Z でのドライブは気持ちがいいです。今日はバイクも多いな。鷲羽山スカイラインだいぶ走ってきました。小島から倉敷方面へ抜けてきました。ここは水島工業地帯とかが見える場所で、夜になると夜景が綺麗な場所でもあります。すごい開けた景色が広がってますね。はい、鷲羽山スカイラインを抜けてきました。これからまた再び海沿いを目指して走っていきたいと思います。実はここに来る途中、モスバーガーによってモスバーガーを買ってきたんで、どっかね海沿いの綺麗なところでモスバーガー食べようかなと思います。はい、今水玉ブリッジラインっていう橋を渡っています。この橋を渡っていって三味海岸方面へ走っていきます。再び海沿いに戻っていきますね。今日は本当に夏の雲のような大きい雲が浮かんでますね。気がつけばもうすぐ6月っていうことで、1年も半年が過ぎようとしてますね。年々1年が早くなっていきます。さあ、三味海岸に到着しました。今日はぼっけ車多いですね。みんな何しに来たんだろう。あ、海を眺めに来てるんですね。素敵釣りかなんかかなと思ったら、海を眺めに来られたみたいですね。ちなみに僕はモスバーガーを食べに来ました。海を眺めながらモスバーガー食べたいと思います。はい、ちなみにこちらが今日買ったモスダブルチーズバーガーです。うまそうだ。炭酸水も買っときました。バッチリです。お昼ご飯も食べたということで帰ろうかなと思います。ということで今日は海沿いと鷲羽山を走る、そんなドライブでした。気持ちのいい季節なので、また機会があればドライブに出かけようと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。